ニールが仕事を降りたってな。あいつらしいっていうか、なんていうか。なんかごめんな、迷惑かけちまってさ。ガキの頃から頑固なんだよあいつ。思い込んだことを変えたら負けっていうか、不器用なんだよな。責任感っつうの、そういうの人一倍背負っちゃうんだろうな。きっとガキの頃ニールが蝶を捕まえてきてさ、アゲハチョウっていうやつかな。きれ捕まえられた蝶なんて長生きできないもんだろ。その晩には死んじゃってさ、動かなくなった蝶の前でニールは一晩中泣いてたんだ。自分が死なせたって言って聞かなくてごめんねって謝り倒してさ。確かにそうかもしれないな。なかなか理解されないんだ。でもな、あいつは優しい。俺はそれを誰より分かってるつもりだ。いい加減あいつと腹割って話してみるかな。なん、よし話そう。決めた。
兄貴、なんだよ話って。まあいいから座れよ。たまには兄弟3人水入らずで話そうって思ってな。なんだよ改まって。こうなったらもう従うしかないよ、ニール兄ちゃん。俺も実験の途中なのに引っ張り出されてきたんだ。そういうこった。諦めて兄に従え、我が弟たちよ。やれやれ。なるほどな、お前もいろいろあったんだな。まあな、みんな死んじまった。兄貴、俺も聞いていいか。お、夢？ユーゴが言っていた。お前たちハウンドには夢があるって。ああ、その話か。俺たちはな、港、港？エイジやゴッドイーター、どんな生まれや育ちでも関係なく、みんなが自分の意志に従って生きられる。そ、すげえだろ？楽しみだろ？何笑ってんだよ。いや、
あんまり壮大すぎるからさ。それがお前たちの夢か。ニール、俺たちは本気だ。いくらお前でもそれを笑うことは許さねえ。違うよ兄貴、違うんだ。笑ってるのはさ、俺たち赤の女王にも夢はあった。エイジを救い、もしかしたら見ていた場所は同じだったのかもしれない。そうかもな。けどそれなら余計にだ。この計画は分が悪すぎる。今すぐ降りるべきだ。ニール兄ちゃん、死んだら終わりだ。どんな夢も希望も、俺は誰よりそれを分かってる。ああそうだな、死んじまったらそこで終わりだ、誰だってな。だけどなニール、俺たちの夢は終わらねえ。たとえ誰かが倒れたとしても、倒れた奴の意志を背負って諦めずに進んでいく。これまでだってそうやって進んできたんだ。だから終わらねえ、絶対に。ジーク兄ちゃんの言ってることちょっと暑苦しいけど、その通りなんだ。俺たちはたくさんの思いを背負って、それを力に変えてきた。今のところはまだ完全にお手上げだけどね。そんな簡単に攻略法なんて見つかんないよな。兄貴、キース、お前を無理に巻き込むつもりはないんだ。お前はお前の意志に従って進めばいい。道はどっかで繋がってるもんだ。俺たちがこうやって再会できたみたいにな。何にしても久々に話せてよかった。よし、話はここら辺にして、回覧書対策考えるか。ギス、さっさと研究に戻れ。解散。なんだよ急に。もう相変わらず勝手なんだから。俺の意志、作戦行動に支障なし。皆さん、くれぐれも気をつけて。手順の通りに。
回覧者荒神見つかったらしいね。もちろん先輩たちを手ぶらでは行かさないよ。先日の戦闘記録とオラクル反応を照らし合わせて、奴が行う海域への干渉を中和する方法を考えた。奴が生み出す海域の異常活性を中和抑制する新しいグレネード、名付けて対海乱種戦術だ。発案したのはアインさんだけどね。すげえよ、一回の戦闘で基礎理論を思いつくんだから。とまあレシピは出来上がったんだけど、まだ完成させるための素材が足りなくて。そんなわけだからさ、海乱種との戦いまでに揃えてほしいんだ。細かいことはエイミーに伝えておく。Yeah!
私もお役に立てたなら光栄です。成功を確認。十分に警戒してくださいね。頑張るね。ミッション開始。
だったな。私もお役に立てたなら光栄です。素材集めてくれてありがとね。ついに完成したよ、対回覧手戦術団。けどごめん、あんまり数は作れなかったんだ。量産体制の構築にはまだ時間がかかりそうでさ、もしも切らせちゃったらショップを覗いてみて、出来上がったら置いておくようにしておくから。あ、実はね、アインさんと話してこれもハウンドの商売にすることになったんだ。量産できたら他の港にも売って小遣い稼ぎするってわけ。あの人ほんと抜け目ないっていうか、やっぱ持ってる人って発想が違うんだろうね。さてと、これからが大一番だよね。人気の準備は任せてよ。まだ無理だ、ユーゴ。せめてお前の出撃は見送れ。あれだけの濃度にいきなりさらされたんだ。立つのがやっとってところだろう。わざわざ俺の説得か。気持ちだけ受け取っておくよ。俺たちは回覧手荒神を倒す。成功確率はできるだけ上げておきたい。奴との交戦経験がある分、俺の力も少しは役に立つ。怖くないのか？失敗がか、それとも誰かが死ぬことが。怖くないって言ったら嘘になるさ。だがこれまでも成功の保証なんてないことに挑戦し続けてきたのが、みんなで腹くくってみんなを信じてやってきた。できることを精一杯な。みんなでできることを。ああ、そうだ。悪いが話は終わりだ。出撃に備えて少しでも体を休めたい。帰ってこいよ、ユーゴ。ああ、当たり前だ。俺たちは死なねえ、絶対にな。
お前、聞いてたのか。無事を祈る。好きなんだね。まあな。なんで？足を引っ張られることもないし、余計な心配をしなくていいからな。なんで心配嫌なの？もう失いたくないからだ。ニール、話は終わりか？俺だって暇じゃない。ねえニール、なんで戦わないの？それは俺には守れなかった奴らがたくさんいた。みんないい奴らだった。赤の女王だってそうだ。人と出会うたびに死に別れてきた。もうそんな思いをするのはたくさんだ。人と関わるから失い傷つく。なら初めから関わらなければいい。他の奴のことは考えず、自分のことだけを考える方が楽だろう。そうかな。みんなのこと考えた方が楽しいよ。フィムはみんなに会うまでずっと一人だったから、みんなといるととっても楽しいの。お前たちの夢のこと兄貴から聞いたよ。いい夢だと思う、すごく。でしょ。だったらもうニールも仲間だね。なんだって？同じ夢いいと思ったからもう仲間でしょ。まったく、お前たちってやつはどいつもこいつも目をキラキラさせて、お前らに関わってるとグズグズ悩んでるのがバカらしくなっちまう。俺の力か。命は一つだ。夢のためだからってなくしていいわけがない。俺が出ないとユーゴが死んじまうなら出るしかねえよな。ニール、一緒に行くの？気が変わらないうちに支度しろ。お前らが巻き込んだんだ。死んだら承知しねえぞ。